なんだありゃ、鳥の死体？死体？ネクロマンチスト？やばいぞ、シャリア。数が多すぎる。こんな不衛生な下水道で負傷したら、かなりの高確率で破傷風になるぜ。逃げるよ。おい離せって。自分で走れるって。仕方ない。ネズミ君、身の方は任せてもいいかな。なんだよ、戦うのかよ。私は平和主義者だけれど、無抵抗主義者じゃないよ。怪我をさせないように制圧して、ちゃんと説得する。怪我をさせないように制圧するって、普通に倒すよりよっぽど難易度高いだろうに。たく、いつでもそうなんだな、あんたは。いつでもって？いつでもはどんな時でもって意味さ。分かったよ。猿の戦士、平和裏に殺す。シャリ。目の戦士、うじゃうじゃ殺す。ネズミ。